Hello everyone, シローです。さて今回は先日開催したシローの Ask Me Anything オンラインセミナーの内容からなるべく多くの方に共通した質問に絞って公開します。弊社のネイティブバスタープロオンラインコースの受講者から質問を募ってそれに答える形のセミナーなんですが、文がこう長くなっていくとなかなかついていけない、こう理解できない、さて私のアドバイスはお聞きください。ああ、わかりました、はい。ありがとうございます。はい、いいえ。はい。はい。じゃあ、ですね、ゆきこさんですね。はい。ゆきこさんの質問は、ちょっと結構長かったので、で、これはね、皆さんにとても役に立つような内容の質問ですので、ちょっとしっかり聞いていただきたいんですけれど、要はあれでしょ、こう一つの文が長くなるとこう、はい、頭の中でこう消化できなかったりすると。そうなんですね。ロングセンテンスとかだとなかなか消化できなかったり、自分でそのなんかこう長い文をこう構築するのが大変だみたいな感じで、はい、で、あの質問の中だからちょっともう正直に申し上げると、はい、ストレートに言いますよ。はい。ゆきこさんの問題点がそこで見えてるんですよ。はい。その質問をされること自体に問題があるというと、ちょっと、はい、いい。まず、こういう発想なんですよ。ね。あの質問をされるというのは、ちょっとこう長い文になると、こう、処理できないと、頭の中で。で、もうその発想を捨てることです。捨てることだから例えばですよ、さっきもちょっ と途中で終わりましたけれど、はい、理想はこうなんです皆さん、ね、自分が日本語を喋るのと同じような感覚で、うん、同じような心地よさで英語も喋れるようになったらもう本当に英語も日本語ももう本当のバイリンガルなんですよね、もう全然問題なく英語をしゃべる、はい、そこを目指してらっしゃるんだと思うんですね皆さんね、はい、そうするとですね、日本語をしゃべってる時の自分、ね、なんか日本語を聞いてる時その日本語の一文が長すぎるっていう感覚あります？ないですね。ないでしょ長すぎて理解できないっていう感覚はないですよね。どうしてかというと日本語を聞く時はね、ゆきこさんは日本語の1センテンスは聞いてないはずです。ブツ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 って聞いてるんですね。別に文単位で理解しようとどっかでまだしてるんですよ。私こういろいろ聞いたりするときに、ね、その文がどれくらいの長さだったとか短い文とか長い文とか、そんなこと一切気にしないということもあれですね、気にしない以前にそういうことをしてないんですよ。だから一つのね、誰もこれね、多分ね、皆さんね、私も含めてですけどね、学校英語の弊害なんです。この日本文を英語に英文にしなさいとか、この一文を訳せとかね、こう長文問題とかがあってこの一文がガーッとあるわけですよ。でそれを訳せとかね。だからどうしても私たちの英語教育で文単位で理解しようとしてるんですよ。でも誰も英語を理解する上で文単位で理解しろなんてことを強制はしてないはずなんですよ。ね、文だっていろんな情報の集まりなんですよ。ね、それをその言葉のルール上一つの文としてこう区切ってるだけの話で、そのルール上その文単位で情報を処理していかなきゃならない決まりはどこにもないはずです。だから別に私ビデオの中とかでも YouTube のビデオの中とかでも申し上げてますけどね、英文を喋ろうとしないことですよ。短いフレーズ、意味のまとまりを次から次へ足していく結果として文はできていくんです。自分の預かり知らぬところで。日本語の時はそうやってらっしゃるはずですよ。なんか日本語の一文を作って喋ろうとはしてないはずです。
勝手に日本語の文は勝手にできていくでしょ、自由に喋ってるうちに。私がこうやって喋ってる時も別になんかこう日本語の文を作ろうとしてるわけじゃなくて、単に情報をこう日本語のルールに乗っけてこうやって情報を足していってる間、勝手に文ができて、新たな文が勝手に始まって、勝手にね、勝手にその文が終わって、聞く時も同じですよね。文単位で情報を取ろうとしないことです。短いフレーズの塊が次から次へ、短い情報のまとまり、意味のまとまりが次から次へ与えられるんですよ、ね、それを順番にこうやって取っていけばいいだけの話なんです ね。でそれを後から見たら、あ、ここで一つの文が終わってるか、新しい文が始まってるというのはあるかもしれないけど、聞いてるうち、あの喋ってる時とか聞いてるうちにそんなこと気にする必要はないです。だからですね、短い意味のまとまりを話すんです。で、短い意味のまとまりを順番に聞いていくだけのことです。そういう意識で、で、今日聞いたから、もうこのビデオがの、このセミナーが終わってからそれがすぐできるわけじゃないですよ。できないです、それは。ただ、それを意識しながら今後の練習に続けるのと、ね、今まで通りにやっていくのとは、それはね、あの半年後1年後これもう全然違ってきます。こうなんだと。私だっても最初はね、英文作ろうとしましたよ。で文単位で理解しようとしましたよ、ね、でこれもううっとしいなとこんなことやってられない。である時それはやめようと決意したんですよ。やめようと決意したその瞬間にはやめられないし、そうです ね。もちろん。でも意識してやめようとして、だん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 やめられるようになります。うん。まあそういう意識でやっていけば、これはね、皆多くの方に申し上げたい、本当に多くの方に申し上げたい。はい。じゃあね、あやさんですよね、あやさん。どうでしょう。ちょっと私の顔がいつにも増してしょぼいですが、お役に立っていれば嬉しいです。今後も頑張りますので、お役に立ちそうなら、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、セルフイングリッシュスクール LINE 公式アカウントの詳細はこちらから、さまざまな特典と楽しいエピソードをお届けします。Thanks a lot and talk to you soon.